これ銀座でね、5年ぐらい前に買ったんですけど、こういうものだっていうので、なんか重要になってますけど、重要の紙はこれ、それだけだったんですか？これだけですね。重要時計になっているとこれじゃなくて、普通に入った書類が普通の重要時計があると思うんですけど、それはなかったですか？なかったですね。これで見ると、まあ、ここに書いてある通りなんですけど、特別保存なんですよ。ああ、本当だ。重要時計って書いてあるこの穴とこの、この折り紙のところの間が、くちゅんと開いてる。でっかくね。口開いてない。で、穴がここにして同じだから、だから、これじゃないんだね。ここに当ててても、この順番がやっぱりずれてるな。ここで、ちょっとずれてる。ずれてる。重要じゃなくて特別か。そうですね、全然意味合いが変わってくるのかな。どういうふうに言われて変わってるかによると思いますけど、これですって言われて、この重要刀剣ですって言われて変われてるのか、これの類似品ですけどもって言われて変われてるのか。いや、類似品とは言われなかった。では、こういう載ってる、ちゃんとしたもんってあれなんだっけ。鑑定書もつけて変われてるってことなんですね。でもいい日なもんまあね、綺麗だからね、綺麗だから思わず買っちゃったけど、いつ頃の時代のものが新しいのが古いのか、これは大体桃山時代ぐらいの形と、この厚みなんかはしてるんだよね。土は桃山時代よりも室町時代ぐらいの土使ってるから、だからいろいろなものが使いすぎてる。この耳も、昔はこの飾りでつけたんじゃないかな。この耳がこれ、袋になってて、皮膚をこれ通るようになっててね、蓋が閉めて取れないようにするためにやるんだけども、これ開いてないね。開いてないね。古く見せるようにしてるんで、土も厚く使ってるしさ、パッと見こう違和感が、だいぶありますよ。土はだから室町時代、形は桃山で、耳はもう体裁でつけてる。あとそこもこういう湯離れ、かまきでこうになってるからね、作為があるすぎるよね。実用的な感じじゃないですもん。元々はね、実用に使ったわけです。そうですね。もう一つもそうですね。これも触ってみるとね、ツルツルしてたのかな。これはね、古くないんだよ。でもツルツルしてるね。もう引っててね、これでも黒くなってるの。なんか吸ってペーパーで。で、引っかかるようなところの毛で取ったんだね。古く見せるために。作為的。
石はぜがここに、普通は石を入れたくない、ね、持ったりなんかするから、だから数少ないわけなんだけども、ここに数がものすごい多いとなんか古く見えるよね。いやなんかね、うん、これは室町の前期ぐらいの形してるんだ。あ、形はね、うん、これはだけど土がこれ違うよ。あとやっぱりこの線がここに出てるけども、これだって出すぎるよこれ、うん、こういう線がもっと少ない。板でここにろくろ回しながら板でここにガーッと結ぶもんだ、うん、あと石合わせがありすぎる、石合わせが違いすぎる。このもう東大のところのこんな悪い土使わないからね、うん、よろしいですかね。はい、ありがとうございました。